T-6 クラスのレースリーノエアレースは、アメリカネバダ州北西部にあるリノにおいて、毎年9月に開催されるエアレース。1964年に始まり、現在継続して開催されるエアレースの中で最も長い歴史を誇る。レースの合間に、民間航空省やアメリカ軍機のデモンストレーション飛行なども行われる。レースは、リノ市街地から北西 16km にある。 ギノステッド空港を起点とし、地表に置かれたパイロンを目印にしたオーバルコースを周回して行われる。2017年現在、6つのクラスに分かれており、そのうち改造無制限のアンリミテッドクラスには、第二次世界大戦期の戦闘機をチューンした改造機が参加している。シーフューリーなどのヨーロッパ製の機体も参加しているが、 P-51 マスタングや F8 回ベアキャットなどアメリカを代表する機体が多く集まるため特にアメリカ国内では高い人気を誇る。2011年9月16日アンリミテッドクラスに参加していた P-51 改造機ギャロッピングゴーストが観客席に墜落する事故が起きパイロットを含む11人が死亡した。 この事故により同年のレースは中止された。ありがとうございます。